はい、皆さんどうもこんにちは、鉄拳です。今週の日曜日にですね、中京競馬場で行われます第21回チャンピオンズカップの予想と激アツの解明をですね、今回公開したいと思います。まあ、有馬記念はですね、フィエールマンの鞍上がルメール騎手に決まり、ラッキーライラックにはなんと福永騎手の騎乗が決まりました。まあ、年末にかけて大忙しの師走になりそうですが、まずはですね、ここ今週のチャンピオンズカップを的中させ、年末に向けて十分資金を貯めたいところです。まあ、中京ダートのですね、 1800m という舞台になりますので、まあ、まずはその傾向を解説したいと思います。まあ、外目の枠よりもですね、内目の枠が総合的に見ても成績いいようなデータが出てます。コーナーをですね、4回回るオーバルコースなので、まあね、器用さっていうか、まあ、その辺も若干必要になってくるかと思います。で、特にですね、2枠の副勝率に注目なんですが、本当にね、内枠が有利で、外枠へ行くほどなんか成績が悪くなるような傾向になりますね。まあ、という意味ではですね、今回大外枠に入った1番人気のアロウマどうなんでしょうか。そういうところもですね、注目だと思います。客室的に言っても、逃げ先行というよりも、まあ、まくり差しの成績の方が結構いいような、感じになってます。情報によりますとですね、絶好枠の2枠3番を引き当てた名将技師が逃げる展開になるのは確実らしいのですが、まあ、そこまで早い流れになるとは見てないですし、そうなるとですね、余計に先行馬を買いたくなるというのが心情です。まあ、とにかく今年は波乱の目もありますので、この展開にはですね、大いに注目です。それではですね、僕が注目している馬をですね、順を追って1枠の方から、数頭ですね、上げて解説したいと思います。まずは1枠1番のタイムフライヤーですね。まあ、皆さん忘れてるかもしれませんが、この馬ですね、2017年のホープフルステークスを勝った歴史とした G1 馬なんですよね。まあ、今年の夏からダートに転向し、今年のまあ8月のエルムステークスでダート重賞を制覇しました。今回勝てば芝とダートの両方のですね、 G1 制覇となり、陣営もですね、かなりね、期待している様子でした。まあ、前走のマイルより今回はね、ベストの距離に戻るのも好材料ですし、人気落ちなら狙いたい1頭です。そして1枠2番のゴールドドリームです。2017年のこのレースの勝ち馬で、昨年はですね、クリソベリルから首差の2着と好走しております。とにかくですね、この馬左回りを得意としていて、中京コースでは1着1回、2着1回、馬券外が1回ということになっておりますが、左回りに特化したところに行くと1着4回、2着4回、そして馬券外が1回と、ほぼ連帯率 100% なんですよ。まあ、とにかく左回りを得意としていて、7歳になり衰えが出ても不思議ではないですが、まだまだ元気いっぱいですし、この馬を馬券から外すのはかなり危険だと思ってます。まあ、想定ではですね、3番人気から4番人気に落ち着くと思われますし、まあ、そうなるとね、かなり美味しいのではというふうに個人的に思ってます。で、次にですね、3枠5番のクリンチャーです。菊花賞2着なのですが、今年からですね、この馬もダートに転向して安定した成績を残しています。前走の宮古ステークスでは先行できたことも買い材料になりますし、関係者のコメントでは、うまく馬群をさばける位置で運べればいいねと、なんとかいい競馬をしてほしいよねというふうに言われてたように、今回は絶好枠ということもあって、ロスのない競馬ができればかなり面白い存在だと思ってます。で、次に、3枠6番のエアスピーネですね。この馬もなんですが、今年からダートに転向した実績馬です。ダートに転向してからも才能を遺憾なく発揮しているものの、勝ちきれないのが特徴的なんですよね。ダートでも惜しい競馬が続いてますし、左回りや距離などの条件面では問題ないですが、なんかね、この馬小回りコースでは凡走傾向にあるので、中京はね、なんかプラスターとは全然思えないんですよね。まあ、特に鞍上がねっていうところもあります。今年絶好調なんですけどね、この人なので、僕はね、今回ね、この馬をね、馬券から外します。まあ、そうそう福永君ばっかりいい調子っていうことにはいかないと僕は思ってます。そう思います。はい。で、次にですけど、4枠7番のカフェファラオですね。まあ、この馬がね、抜けたダントツの2番人気ぐらいに支持されそうですね。
5戦4勝とですね、素晴らしいキャリアなので、関係者からもですね、かなり期待をされているようですし、枠は全く気にしませんと言い切ってましたが、なんせね、調教が軽めだったのが気になるところです。前走でコバとやり合えたことは証明できましたが、ダートの競合馬、しかもコバとのですね、対戦は初なので、どこまでやれるのかというところと、過剰人気ならね、ワンチャン軽視してもいいのかなというふうに思ってます。そして、4枠8番のサンライズノバですね。関係者からはですね、本当にいい枠に入ったねっていうことで、ここなら競馬がしやすそうと、かなり満足げでした。東京コースが得意な馬なので、中京コースも問題がないと思われがちですが、実はね、中京コースとの相性があまり良くないんですよね。2018年のこのレースで6着ですし、ターンがないコースの方がいい馬だということは間違いないですね。で、今回、中京コースが4回、コーナーを回るコースに対して、やっぱり好成績を上げているのはワンターンのコースが多いというところが特徴的なので、そのあたりがですね、どう出るかというところが気になるところです。そして次なんですけど、6枠12番のモズアスコットですね。はっきり言ってこの馬、僕今回消します。こう言うとね、アンチの人はこの馬から買うんでしょうけど、僕はこの馬は消します。今回が引退レースということもありますが、去年の強さまでは期待できませんし、父フランケルの血を求める生産者サイドからのラブコールが聞こえてきましたので、どうしてもねこの馬を馬券に加えようとは思ってないんですよ。っていうか、僕はもうこれ出走してるだけなのかなと、参加賞なのかなというふうに思ってます。なのではっきり言って、モズアスコットは今回馬券から消します。で、最後なんですけど、8枠15番のクリソベリルですね。この馬抜けた一番人気になりそうですよね。予定のですね、予想オッズでは 1.3 倍ぐらいかな。1倍台というのは間違いないところでしょう。関係者がですね、内枠の方が良かったと言ってるように、やっぱこの大外枠っていうのがかなり気になるところではあります。ただし前に行ける馬なので、さっとね先手を取って好意、追走できるようであれば全然問題ないのかなというふうには思います。距離ロスなく走れればという意味ではですけれども、確かにね、この枠はですね有利とは言えないです。したがって軸には適さないとは判断しましたが、紐の一番手には入れたいなというふうには思ってます。結論を言いますとですね、本来はある程度先行ができるクリンチャー軸で買いたかったのですが、ここはね1枠2番のゴールドドリームを本命にします。どれくらい人気が落ちるのかは分かりませんが、他の有力馬に不安が残りそうなこともあって、僕はね去年の雪辱を果たしてくれると信じてます。さて馬券なんですけれども、今回ねこのゴールドドリームから生まれん流しの2番から578の3点、そして3連複フォーメーションなんですけど、当然2番が1投目、2投目に578、3投目に13567811、この18点でいきたいです。そしてですね、ワンチャン高配当を狙うならなんですが、クリンチャーとゴールドドリームの2等軸のですね、3連単のマルチ流しですね、2番5番から13678115、この42点で勝負してみます。当日の馬体重なども加味して効率よく馬券を組んでみたいと思いますが、最終的な買い目はですね、ツイッターで公開する予定です。この買い目買えないとは思いますが、よっぽどね馬体重が大きく、変動してた馬だとかいうのは、馬券から外したりとかする可能性もありますけれども、基本的にはこの買い目で買おうと思ってます。で、最後になんですが、なおですね、メルマガ等で告知してますように、今月いっぱいで僕は完全に有料予想会から手を引く予定です。至高の裏情報予想やのですね、鉄拳の本当の力をですね、皆様の脳裏に深く焼き付けたいと思っている今月なんですが、最後の最後に僕の全てをお見せする場としてですね、鉄拳ファイナルというコースを過去会員様を中心にご参加いただいております。これがですね、連日万馬券を量産し、しかもですね、それがかなりのですね、精度を誇っております。ピンポイントでの的中ということで、鉄拳ファイナルというこのコースですね、なんで早く出さなかったかと言われますが、
まあ、通常の鉄拳に乗ろうが、メールでの配信を主として行うのに対しまして、鉄拳ファイナルは当日直前の情報をですね LINE にてオンタイムでお届けするシステムで、過去にはですね鉄拳になろうという、僕の購入前馬券を公開するシステムと似てますが、まあね、オンタイムで情報を配信するということはかなり過激で新しい内容になってます。まあ、こんなのをね本当に配信していいのかなと本当にすごく悩みました。まあしかしですね、最後なのでまあいいかという思いのもとでお届けし、ね、今回ね会員様にはかなりの高評価をいただいております。まあ先週もですね10万馬券をピンポイントで的中させまして、皆さんね帯に近い配当っていうのが結構いただけました、的中報告の方を。なので今週もですね、中山、日曜日の中山からですね先週に負けない超高額配当の情報が入っております。なので、ワンチャンこの辺お知りになりたい方はですね概要欄のメールアドレスの方からお問い合わせいただけましたら詳細を送らせていただきます。まあこれが本物の裏情報を知る本当の最後のチャンスになるかもしれません。とにかく今週は特に師走ですが暑い土日になりそうです。今後ともいろんな情報を YouTube 等で配信していきたいと思いますので、くれぐれも乗り遅れないようにしてください。まあよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますね。それでは発車します。チャンネル登録と高評価お願いします。